コーヒーショップよりもコーヒーハウスのイメージの方が僕は好きだったので、たまたまね見つけたこの一軒家がなんか独り占めできてるじゃないですか、すごい家感があるのでここにしたっていうわけですね。カウンターでコーヒー屋のマスターと会話したりとか、隣で会話が始まったりとか、そういう店が好きなのね。僕もこういうお店をやりたいなみたいな。ちょっと2階はね図書館っぽいんで、で元々本をたくさん置く予定だったので、家にね大体5000冊ぐらいの本があったので、まあ、本棚を作って、まあちっちゃい頃から、まあ、もちろん小説とかをずっと読んでたんですけど、まあ世界文学から、まあ、日本文学もそうですし、大学以降はもうずっと研究所ばっかりで、研究者になりたかったんですよ。でまあちょっと大学はアメリカだったんですけど、で大学に行って、まあ、ドクターも行って、まあ、ずっと研究をしてたんで、その時の研究所が今もずっとたくさんあります。もうなんか研究者になると思ってたんですけどね。なぜか喫茶店のコーヒー屋の店主になってしまった。あのねコーヒー屋ずっと好きなんですよ。コーヒー屋ずっともう大阪までコーヒー飲みに、コーヒーだけ飲み日帰りで帰ってきたりとか、海外にいる時は、まあ、豆の農場を見に行ったりとか、そのスタコーヒー店というコーヒー屋さんで、まあ、アルバイトというか、まあ、修行をさせていただいてたんです。でそこはまあ僕はずっと通ってるコーヒー屋で、頼み込んでコーヒーを僕に教えてください。豆はあのブラジルサントスナンバー2のスクリーン19番っていうものを使ってますね。ナンバー2は欠点豆の量が一番少ない。ナンバー1はないんですよ。存在してないんですよ。ナンバー1は、まあ、欠点豆がないっていうことはありえないということで、ナンバー2が最上位。濡らしという状態をできる限り豆に気づかれないようにやっていく。もう気づかれるとバッと空気が出ちゃうので、濡らしている間に圧力をかけて炭酸ガスが出るから膨らんでくるんですけど、炭酸ガスで圧力をかけていい部分だけをネルで抽出しようと。とにかくね、美味しい美味しくないっていうのは好みなんですよ。で僕はこれが好きだっていうのがあって、それしか出したくないんです。なんか自分が好きなものだけを出してるっていう。